the great adventure of Nasty! ナス D の大冒険 YouTube 版。いよいよ迎えたナス D の除霊儀式当日。朝4時半、起床ですね。昨日寝るのが早かったから今日起きるのが早い。それだけ。村がもう4時半には起き始めてる。日本だと翌朝6時出社でとかね、時間決まってるけど、こっちの人は夜遅くまで働いたら朝はずっと寝てて昼起きる。前日早く寝たんで早く起きる。で、昨日いっぱい食べちゃって食材がないから今日はご飯とバナナね、シンプルに。日本じゃそうはいかないんですよ。どっちがいいとかじゃなくて、こっちはそういう生活をしているってことですね。体内時計に従ってる感じですね。それはちょっと違うか、うん、朝5時半、一人の男が集会所へ。ここに1個だけある放送の、ほら、受け専用です。この辺りのシピボ部族の出来事を毎朝みんなに伝えるのが私の仕事なんだ。安住慎一郎だ。うろぼやなティーバの安住慎一郎。安住さん似てる、はい、顔もちょっと似てる。表情も安住慎一郎似てますよね、すごく。お名前何て言うの？エレミアス・トプシーマ。ちょっと安住慎一郎似てる。何歳してんでしょ？59歳だ。年齢も大体近い、安住さんと。毎日5時半に必ずやるんですか？先生、そうだ、もっと早く来る時もある。27年間一日も休んでないよ。放送なかったら心配されちゃうし、風邪ひいたり。そうなんだ。あります？27年も続いてるニュース番組、一人で失望族の安住慎一郎に会いました。イラクパパヤムキパパヤムキすごい、パパヤムキパパヤムキ石田室。ここでナス D はふとこんなことを。病院があの状態でお医者さんがいないから、シャーマンが2人。何でも直すよってシャーマンです。いやでも逆にシャーマンはお医者さん来たら仕事なくすんじゃないのかなって気がする。どうなんですかね、不思議な関係ね、シャーマンとお医者さん。そうですね、うん、この日も集落の女性たちは村で一番大きな家に集まり、協力して料理を進める。ジャングルのキッチン、みんなで料理。料理はいつも担当の人いるんですか？彼女？そうよ、料理人が平野レミさんだ。私は政府から派遣されて子供たちに料理を作ってるの。これは政府です。ちょっとお金出すんだ。でかっ。というかさっきのお母さんの政府から子供に料理作りなさいよって話もすごい仲。そんな仲ブランデ何か化け物だ。これを大きい。さっき釣ったんだ。釣りで、あそこでやってた。朝でっかい魚やってみて、すごいでっかい針で、すごいでかい魚って。餌はパパイヤ。いいね、これ大ボッキョですよ、ね、もっともっとでかいのがいるぞ。大きい魚は釣った人だけでなく、みんなで分け合う。分け合う。さっきの平野レミの話が飛んじゃった。今日は2度目の儀式の日と知ってか、多めにご飯をくれた。今日の朝食、魚に卵、バナナ。いただきます。ほのかに炭の匂い。やっぱり炭火で炊いてるから、ご飯も魚もバナナもすごいふっくらなんですよ。自分製されたような全体的な味がして、すごい美味しい。4時半から作ってましたからね、両方ともバナナとご飯も美味しいんですけど、バナナはすごい甘いですね。甘い。でも別々に食べるより一緒に食べた方が美味しい。洗面器食べてるから。あ、うろぼやなティーバナナです。もっと最近気づいたんですけど、見た目よりも美味しいものが多くて、あんま噛まなくなっちゃう。噛まないと。朝食始まった。朝食始まったらすぐ昼食作り始まった。とっても5分以内、ジャングルあるあるになっちゃった。そう、
アマゾンの先住民たちが獲物を取った際にはある特徴が。それは取った獲物はすぐに火を通して調理し、その日のうちに食べること。彼らの生活に冷蔵庫はなく、死んだ肉はすぐに腐ってしまう。なのでアマゾンで獲物を保存しておくという考え方は基本ない。巨大な魚をさばくところを興味津々に見ていると、あなたこれ食べたいの？生ですぐ食べられると勘違いしたのか。新車まんぬい。もう一個欲しい。うまい、いただきます。美味しい。うん、何に似てるんですか？刺身だ。スズキとか白身。日本の、 あの料理店で出てきても全然絶対文句ない。臭みも全くない。川魚でこの臭みがないっていうのがちょっと驚きです。どうしごめんなさい、うん。食べないわ。誰も食べないよ、生は。あなただけ。大丈夫かお前って顔されてる。なんかそんな食べていいのかって。噂になってみんな男も来ちゃった。食べればいいのに。なぜならまずくないから、美味しいから。この魚を、ね、生で食べるのはハードルは相当低い。全くいくらでもいけるこの写真。金車分抜いただきます。うん、うまい。もったいない。うん、どんどん美味しくなって、こんなとこ来て刺身食べれるとは。美味しい。もう3枚におろした感じですね。で塩で味付け。まだ動いてる、まだ筋肉が動いてる。すごいですね、生命力が。マジシャンかな。塩を振ったから動くのよ。塩入れると筋肉が動く。日本で魚散々見てきたけど、こんなの初めて見た。こんな、どうして動くのかな。アマゾンの魚はすごい生命力。だって3枚に開いてるのは今にも泳ぎ出しそうなぐらいビク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 って。それを食べてるからみんな元気なんだな。どうしてこんなにすぐ料理するんですかって聞いたら、いや食べるからだよって。そうそう、ちょっと腐っちゃうから傷んじゃうからとかじゃないですか。いや食べるからですけど。もう料理始まっちゃってるから、取ったら食べる、お腹いっぱいになったら寝る、お腹空いたら起きる。すごいな、こうやって人間が食べ残したものは動物が食べる。でそれをまた人間が大きくなったら食べる。この村の中でいろいろ回ってるんですね。さあいよいよ世界初ジャングルの薬草使い呪術医の集落へ。何人乗りだよこの車。パッとスパイに行けんのかこれ。行けるんですか、まあ、手動ほら。歩いて行こうとしたら、いや乗ってけよ車に、車乗ってけよって言われた車がこの車。とここでかまれてないよ。食べたりしないの？食べない。これ皮だって取って、なんか作るじゃない？すごい。みんなね、日本人来てるからなんか取れたら見せてくれる。この村の人は基本的に優しい。すごいとこ行くな。そこ行くんだ。ここ入るのすごいな。縦長の車だから入っていける。12人乗り。車両なんて農業用のスピードは遅いけど馬力あるんでしょ。これはでもね、一個だけ問題がありまして、歩いた方が早いんじゃないの。村に1台ある車で送ってやるよって言われたらいいけど、めちゃくちゃ遅いですこれ。あ、ちょっとその思いが伝わったのかな。スピード上げた。やっぱり病院がないからシャーマンに頼る。まだこの村では、去年もね、蛇に噛まれて2人亡くなったって言ってましたね。この村で、この村で毒蛇に噛まれると町まで出てると、もうほとんど 100% 死ぬらしい。病院がないしお医者さんがいないから、シャーマンがまだこの村には2人いる。でなんとなく気づいてるんですよね、シャーマンで治せるものと治せないものがある。さらにジャングルの一本道を進むと、ふとこんな思いが。よく昔水曜スペシャルとかで2階のジャングルを我々は進んだとかっていうナレーションで聞くじゃないですか。嘘ですね。これだもん、2階のジャングルって進めない。地面と道なる
ジャングルならいいけど、2階のジャングルって表現はもう無理です。現場の人も入れない。火がこんなになってるし、毒エビは出てくるし、アナコンダいるし、ラガルトもいるし、ワニ。現場に来ないと分かんないことが多い。昔ちっちゃい頃ね、水曜スペシャルで川口博士が洞窟に入るっていうかありましたよね。 あれものすごいね、好きで見てましたけど、毎週。本当にね、あれから30年経って、このジャングルに自分がテレビ朝日で同じテレビ局で来させていただいて実感したのは、一つ、やらせ確定。残念。洞窟の中には白骨は転がらない。なぜなら人が行かないから。そんなとこおでこをめちゃめちゃ刺されてますけどね。本当ですか。参ったな、これ整形しないと日本帰ったら。2時間ほどジャングルを進む中、途中人が降りて進まなければいけない場所も。すると地面に、見てみろ、これはジャガーの足跡だ。こいつは相当大きい。こっちが一人だと襲われるぞ。襲われたらどうしたの。あのね、子供がいる。大きいジャガーの足跡で、こっち小さいジャガーの足跡。ジャガーの親子がいるってことですね。何が起こるかわからない中、さらに奥へ。この先にシャーマンがいると思えない。どうしてこんな奥にいるのか。植物があるからでしょうね。シャーマンは植物使うから。ここでアマゾンに自生する植物をいくつか紹介。およそ5000種類の薬用植物が存在すると言われている薬草の宝庫、南米アマゾン。実はアメリカ製医薬品のおよそ 25% は熱帯雨林の植物を使用。例えばお茶にして飲むと胃痛が解消されるというムニャ。現地では子どもの額に貼ると邪気や病気が入ってこない効果もあるという。こちらはサイコトリアペッピギアーナという薬草。頭痛や捻挫、筋肉痛に効果があると言われ、現地ではこの実を1日30個食べればバイアグラの効果もあるという。そして皮膚炎の解消に使うというアチョーテ。実は先住民には欠かせないボディーペイントで、全身に塗ると虫よけになるという。こうしてアマゾンには様々な植物があるが、実は過去にはこんな問題が。コカイン。かつてアマゾンの目立たない奥地で栽培され、高額で密売されていたが、これを問題視したペルー政府はその地をコーヒー畑に転換。するとペルーはコーヒーの生産量世界9位にまでなったのだ。集落を出発し2時間、すると、狭い道を進むことさらに1時間。ここで、この森を抜けると呪術医の住む聖地だ。はい、もう着きます。出発から3時間、いきなり現れた。わあ、すごい。急にすごい。なんで、なんで、これ見て後ろ、なんでこれ。さらに奥には美しい湖が広がっていた。匂いが全然違う。急に、めちゃくちゃ綺麗。急に綺麗。なんかちょっと信じられない。映画みたい。これ湖ですか。湖です。これ普通に見てるけど、これすごいよ。これ綺麗。モニントンすごい。これ綺麗。もう奇跡やん。これあのジャングル抜けて急にこれある。水質も全然違う。シピボ部族で最も原始の集落、ロボヤナティバを出発し3時間、ジャングルを抜けて突如現れた聖なる場所。シャーマンの村って思うんじゃないですか。これあ、ジューマン、あ、ほら、あ、君が向いてる。ベム君、さっきこの湖でワニがいたから撃ったのよ。長ある、食べるんですかね。食べるよ。この方がジャングルの薬草使い、レオナルド。銅像石、そうですね。これジャガーでしょ。違います。
綺麗だけどもジャガーの足跡もあるし、でっかいワニもいるし、うわー、綺麗、すごい、すごいな。一方、U字工事はイキトスの町を取材、こんな場所へとやってきていた。まあ、不気味だね、ここの施設。うん、ほら、あ、ほら、あ、なんかいっぱい来たんだよな。あ、おっ、おお、ほら、すげえ格好してる、先住民みたいな格好。よくお越しくださいました。ほらほら、この他の人は普通の人だな。それ、あ、ほら、なんかいろんな国の人がいる。この方はどういった方なんですか？私はシャーマンのアルナンドです。ここで悩める人々に祈りを捧げる儀式を行っています。この人は町でシャーマンの儀式を行う自称呪術医。通常呪術医になるにはジャングルで数年間の厳しい修行が必要だが、町のシャーマンはこの修行を受けていないと言われている。なおナス D の診断と儀式は無料だったが、このような町の呪術医は高額な料金を取るという。挨拶するや否や奥へと通された。もしや儀式を受けることになるのか。名前を教えていただけますか？タクロウマシコ。カオル福田。Permiso pido a la ciencia, a la medicina wari, para que le revisen en cuerpo y alma tu camino del hermano。最近体が疲れやすかったり、ナーバスになることが増えたり、感情の起伏が激しくなったりしているのではありませんか？これはあなたの魂が本来の状態ではないからです。さまざまな場所を旅していらっしゃるようですね。どうやらその先々で悪い魂があなたの体を乗っ取ろうと侵入してきているためです。そのためでしょうか？背中に痛みを感じているのではないですか？モメント、痛いですね、ちょっと背中の。やはりそうでしたか。兄弟にも体の悪い方がいらっしゃるのでは？あなたの魂はすでに悲しみに陥っていて、心配事が絶えないように見えます。あ、確かにこういう仕事してもふと我に返った時寂しくなる時ありますね。では今から直しましょう。それでは服を脱いでいただけますか？これ何ですか？体を私に委ねてください。すごいスースーする、なんだろうそれ。発火の香りがすんな。おー、頭にも、おお。これは頭を沈める液体です。息を吹きかけ頭を沈めるのです。これどんなものが調合されてるんですかね？ある花から抽出した液体です。この液体を塗ると体が温まってきますが、体から悪いものを出すために必要なのです。これで大丈夫です。体はいかがですか？うん、気持ちいいです。いや、わかんないですね、うん、兄弟みんな元気だし背中も痛くないですから。体が落ち着くように心臓を拭きましょう。うー、冷たい、あー冷たい、うー、乳首ときたMontaña dando vueltas, vueltas, curativas, maguita, madre, sí.
含んだオイルみたいなのを顔膨らむ全身に吹きかけてますけど、お尻にも行きましたね。これで大丈夫です。よければあなたも祈祷してみますか。おい、ニャンジャンニーナンジャンジャン。一方、ナス D は本物の呪術医の施術を受ける。果たして強力な悪霊は取れるのか。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。